新平さん、はい、この間賃上げ交渉の話したじゃないですか。はい。で、相手を知れって言われたんですけど、はい、フィットネスクラブがどのぐらい儲かってるかとかってなかなか分かんないんですよね。うん。なので教えてもらっていいですか。ああ、そこね。はい、フィットネスクラブが儲かっているのか。ああ、実際フィットネスクラブが儲かってるか。ああ、確かに。結構ベースのとこですよね。はい。ああ。なんかものすごい儲かってんだったら、賃上げしてもらっていいんじゃないかなって思う。確かに、確かにね。はい。ああ、やりましょうか。はい。はい。やりましょう。はい。いや、調べました。あ、調べていただいた。調べた。うん。今回は調べた。ありがとうございます。おむすびが。あ、おむすびさん。はい、これ紙、はい。あ、ありがとうございます。渡します。調べました。調べていただいて。はい。おむすびが。おむすびさんね。得意なんでね。得意だから。はい。で、結局、まあだからここに出してもらおうかな、今回は。はい。うん、これ出してもらってもいいんだけれども、はい。まあ3社出してもらいました。はい。で、まあ、まあ A 社、B 社、C 社があるんだけど、もういいね。もう言っちゃおうか。はい。隠しても、隠さなくてもいいと思うんだ。セントラルさん。はい。左からです。左からセントラルさん、真ん中がルネッサンスさん。はい、ルネサンスさん。どっかのお笑い芸人みたいになってます。ごめんなさい。で、ホリデーさん。はい。はい。で、並べました。はい。はい。で、まあ、ばーっといろいろ書いてあるんですけど、これはまあ、はい、覚えなくていいですけど、はい、PL って言います。損益計算書っていうのになります。はい。別に覚えなくていいです。どうでもいい、はい、そんなの。で、これ、ば、なんやねんと。この数字なんやねんと思うと思うんですよ。いっぱい書いてあります。そう、いっぱい書いてある。もうね、省こう。省く。うん。まあ、一番左だけ見てもらって、まず売上高、はい、フィットネス営業原価、で、その下にパラ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 って書いてあるじゃん。はい。もうその辺ももう、どうでもいい。どうでもいいですか？うん。この PL っていうのは何が書いてあるかっていうと、簡単には、売上、入ってきたお金、はい、引く、かかったコスト、はい、経費とか、そういうのを引いて、利益がどれくらい残りました。ざっくり言うともうそういうやつ。なるほど。はい。で、まあこれを見ると大体、まあ、セントラルさんとルネサンスさんのこれ全社ね、1店舗じゃなくて、はい、でこの3なんとかって書いてあるのは、まあ、単位は、大体300億っていうことですね。なるほど、うん、300億円ぐらい売り上げてますよ。はい。それも多分ピンとこないと思うんで、まあちょっとよくわかんないどうでもいい、はい、うん、そこ大事じゃない。大事じゃない、はい、大事じゃない。大事かどうかはこれ実は調べてもらったんだけど、はい、これ2022年3月って書いてある決算、そうですね、って書いてあるんで、はい、まあ、その期1期だけのやつ、はい、うん、本当にちゃんとねやってもらうなら、はい、過去から比べてって。ああ、なるほど。そう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 。でこれが例えば10年前は200何十億だったのがちょこちょこ上がってきて300億になってるのか、はい、それとも10年前は400億でこう来て下がってきての今の300億なのか、はい、うん、とかは知ってた方がいい。そうですね、うん、要は衰退してんのか、はい、伸びてるのか成長してんのか、はい、でことフィットネスクラブにおいて言うと、はい、この10年間ね成長してたんだよ。ああ、そうなんですね。うん。その、ちょっと劇的になるドッカーンではないけど、はい、毎年順調に売り上げっていうのは伸びてきてたの。はい。でも、まあ、ご存知の通り、コロナで、はい、めちゃめちゃ大打撃を受けてる。そうですね。そう。で、コロナの期っていうのが、まあ、2020年からコロナは始まったんだけれども、まあ、だからその期からかな。で、これはコロナからちょっと復活してきてるっていう状態。そうですね。だからざっくり把握するなら10年前からこうちょっとずつ上がってきてて、コロナでガクンっていって、はい、それでここからまたちょっとこうちょっと上がってるんじゃないかっていう状態。なるほど。そこだけ把握しとけばまずいいです。はい、はい、その先はねもちろん分かんないよ。誰にも分かんないですね。誰も分かんないけど、でも予定としてはもちろん上げていくっていう状態だけど、まずこの売り上げはまあざっくり分かっといた方がいいと思う、絶対。はい、うん、こんくらいなんだ、はい、そうです、これが300億だろうと3000億だろうとあんまり大した問題ではないと思う。はい、はい、でさらにその下にじゃあ、飛ばしていきます。フィットネス営業原価というとこですね。はい、もうここもなんだろうな、
いいです別に。何がですか？あの気にしなくていいです。何かを気にしなくていい。そう、相場を知ろうっていうところでしたよね。そうですね、うん、そこが目的なのであれば一旦はここは吹っ飛ばしていいです。はいはい。でさらに下に行ってください。はい、見てほしいのは一番下、営業利益。営業利益、はい、うん、書いてありますよね。ありますね。何パーって書いてあります？3.7% と 2.7 と4ですね。はい、これが営業利益。はい、まあ利益って営業利益とか経常利益とかいろいろあるんだけれども、別にいいです。そこも、はい、そんな細かいことは別にいい、はい、一インストラクターだったらそんなの気にしなくていい、はい、どっちでも見つけた方でいい、はい、営業利益がそれくらいなんだっていう、はい、うん、だから300億売り上げたうちの 3% だと、はい、まあ大体要は1億ってことだよね。300分の1ですね。そうだよね。はい、そうだね、はい、うん、300億売り上げたうちの10ですね。10億ですか。9億ぐらいなので。そうですね、はい、10億ですね、はいはい、だから300億あれしたのがどん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 こう減ってきて、はい、最後残ったお金が10億っていう。そうですね、まあ、そういう感じの表です。はい、だからこのパーセンテージですね、3% ぐらい。そう、 3%、 4%、 3、4% なのかな、はい、3% 前後。まあ一つ前提としてはこれはコロナがまだ回復しきってないから、はい、もう少し良かった、はい、コロナの前は、はい、5% とか 6% とか、はい、7% とかこれ見たんだけど、はい、もうちょい良かったけど、まあ現状はっていう、はい、うん、こんな感じ。まあそうですね、うん、っていうのがまず大きな相場を知る上で見てほしい数字でしたね。なるほど、はい、だからそっから言えることはどう思いますか？余裕はないですね。ないですよね、まあ、下がってきてるのもありますし、うん、まあ、3% ですからね、うん、あとちょっと下がったらゼロですから、ね、そうなんだよそうなんだよ、はい、だからまあ、お小遣いみたいなもんだよね。1000円もらって、はい、いろいろ使って残ったら、1000円だから30円。1000円の 3% 1000円の 3% は30円ですかね。ですよね。ちょっと計算からあれですけど 1% で10円なので、はいはい、そうですね、30円ですよね。そう、30円。はい、ちょっとそれじゃあどうしようもないよねっていうさ、そうぐらいのパーセンテージなわけですよ、はい、まあ、それがいい悪いは置いといて、はい、現状はそうなってますよ。いい悪いとかを判断するのはあなたではないから。まあそうですね、そう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 、はい、現状知ることが大事だから、ここで要はあの内緒では触れないわけですよ。どっかんどっかん、はい、あの給料を上げたりそういうことをするのはまあそんなたやすいことじゃないよねっていうことがここから読み取れるかなと思います。なるほど、はい、何か質問ありますか？そうですね、質問、はい、給料が20、この給与帳与っていうのが、はい、フィッインストラクターさんの報酬って考えていいんですかね、はい、って考えていいです。はい、25% から 30% ぐらいですかね、はい、これはどうなんですかね、多いんですか少ないんですか？うん、もう本能に従えばいいです。本能に従う、このいわゆる経費とこのフィットネス営業原価っていうのが、まあ、かかってるコストなんですけれども、その中で、まあ、一番大きい数字でパーセントですよね、まあ、他と比べるとそうですね、うん、だからまあ人件費っていうところだという感じだと思うんですけれども、はい、まあ一番大きいんですよ。なるほど。でだから経営上からするとやっぱり抑えたいくなってしまうんですよ、これはもう。まあそうですね、申し訳ないけど、はい、うん、数字を作る上では、はい、うん、だからそこを増やしたいって、だってあと 2% 増やしたらもう利益がやばいないっていうそうですね、そう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 、はい、状態になっちゃうから、はい、あの減らしたいっていうベクトルが
かかってるのは間違いない。なるほど、うん、だからもしかしたら AI とかデジタルとか、うん、まあもう人が無人のジムとかもねもちろんあるじゃないですか。ありますね。ここを減らしたんですよ要は。なるほど。ここなくした。だそっち系のベクトルがかかってるのは間違いない。なるほど。そこにおいて賃を上げてくださいっていうのはどちらかというと簡単な、バブルでもお金が有り余っちゃってもうなんかもうワンサカしてるところになんかちょっとあのくださいよっていうのとは多分話が違いますよね。そうですね、うん、要は経営側と逆の方向を向いちゃってるってことですもんね。そう、イエス。経営者は抑えたい。そう。インストラクターは上げたい。そう。完全逆ですね。そう、もうこれはね隠せない事実、隠せたいけど隠せない事実、はい、そういうことなんです。あの正直を言うと。なるほど。でということは例えばどういうことを考えるかっていうと、はい、販売促進費、もうこれ分かんない、あの、ね、おむすびさんがあれしたから、しかもなんでこれ言っていいのっていうところあるんですけど、これ普通におむすびさんがゲットできるぐらいなんで誰でも見れるやつだから、はい、あのいいんですよ、ネット上に転がってる情報ですね。そう例えばね、いやそれが一概にいいとは言えないけど、例えば一社員からこれを見た時にさすがにさ給与をもっと減らしましょうよっていうのはなんかねちょっと違う気がするじゃん。まあ一社員は言わないでしょうね。そうでも例えばこの1個パッと今目についたのは販売促進費あるじゃないですか。はい。でルネサンスさん 11.7%、 はい、セントラルさん 0.5% ってなって、はい、私がルネサンスさんの社員だったら、で経営者とかと話すとかだったら、いやセントラルさんそんなかけないで、販売費かけないで、あこの数字を作ってるんだって、私たち何か見習うことないかなとか、はい、うん、なんかそういう意味でなんか提言というかアイデアとか出していったりすると、はい、とかいいところを真似したりするとそう好まれますよね。なるほど。あの要は経営者とベクトルは一緒、はい、コストを下げようとしている、うん、そうだからなんかそういう気づきは、まあ、こういうのを知るとより出てくるし、なんかその提案もできるように、うん、なってくるかなというふうに思いますから、まあ、こういうことを相場を知るっていうんだけど、まあ、言ったけれども、大事ですね。なるほど。よくよく考えると、はい、うん、まあだから闇雲に、賃を上げてはちょっと厳しいんじゃないかというのがまず一つの結論でございます。はい。で、まあ、フィットネス市場もまあコロナでちょっと大変なこと打撃を受けたので、まあ今はそんなバブリーな感じではないよ、逆にどうやってこうコストを抑えてこう効率化してやっていくかっていうことに目がいっているという時期なのかなっていうのは思いますね。なるほど。はいはい、という感じです。なのでまああとはじゃあフィットネス業界ダメじゃんとかもう未来ないじゃんとかで、要はそういうもう身も蓋もない話なのかよこれって言って終わる可能性あるじゃん。はいそうじゃない。違う。そうじゃない。多分フィットネスはインストラクターはそれを好きでやってると思うんで、はい、それを多分やめるっていう選択肢はそう行き着いた人はそれでいいと思うんだよ、はい、私にとって大切なのはお金だ、フィットネスインストラクターはここで勤めてるこの感じだとお金にならない、だったら、まあ、だから他の業種とかを見てみるのは楽しいかもしれないですよね。あ、この表ですね。この表、はい、うん、トヨタとかどうなってんだろうとか、はい、なんだろうな、日立、うん、日立はでもちょっと分かりづらいか、もはやなんかいろいろやってるもんね。まあトヨタもそうかもしれないですけどね、うん、そうね、うん、あとはまあなんだ、飲食店とかさ、はい、分かんないけど、まあ、そういうのを見てみるとなんか、ああそこってこんな利益率なんだとか、アマゾンとかとんでもない利益率だとか、いや実はソフトバンク赤字なんだとか、楽天って何3年連続赤字なのみたい な、はい、なんかね、そういうねまああると思うんだけれども、はい、まあ、それによって自分が行ける、道を決めることもできるし、あとはフィットネスインストラクターでやっぱり体制したいんだってなるとおのずと取るべき道っていうのが、はい、うん、決まってくるかなっていう感じ。なるほど、うん、
もうこれでいいの、何度も言うようだけどこれでいいの、この状態でもういいの、変化もいらないし、そんな成長っていうのかな、あれもいらないのっていうのだったら別にいいんですけれども、まあ、それも、ね、常にこう競合にはさらされてるんで、いつかこうね、なんか例えば自分がいつか人気なくなっちゃったら、はい、もうなんかね、そういうクラスはないとかはあると思うんだけれども、まあこの中でいるのか、それとも自分でやるのかっていう一つの、判断材料にはなるかなというふうに思いますね。なるほどですね。はい、はい、どうでしょうか。そうですね、まあ残り 2%、2-3% の中で頑張って上げていくのか、完全にもう別のやり方でやるのかっていう話ですかね。はい、そうです、おっしゃる通りです。なるほど、はい、ということで要はその 2% は 2-3% はあなたのものじゃないからね。そうですね、はい、そう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 、もうそれをしっかり分かっているとやっぱり、まあ、家庭の懐事情を知るのと全く一緒ですよ、はい、全く一緒、うん、でこうやって知れるんだから知って、はい、行こうよっていう感じでございます。なるほど、はい、ということで本日はそんな感じで、まず第1弾、またこれからもね、いろんなのと比較したりしても面白いのかなと思いますので、やっていきたいと思います。はい、それでは今日もありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。